はじめまして。アフリカのコンゴ民主共和国で野生ボノボの調査をしている横山拓政です。私はこれまで YouTube のチャンネルで私が現地で撮影したボノボについて紹介してきたんですけれども、おかげさまでチャンネル登録者数が5万人を超えました。ありがとうございます。実は今日で私が YouTube を始めてから2年が経ちました。この2周年という記念にもっと多くの人にボノボの研究であったりとか霊長類の研究について知ってもらいたいなと思い、これからは私自身がボノボの研究であったり霊長類の研究について少しずつ紹介していけたらなと思います。最初はこの今ご覧になっている動画のようにボノボ、野生のボノボの紹介が多くなるとは思うんですけれども、将来的にはチンパンジーやゴリラ、他の類人猿であったり霊長類の紹介を少しずつしていけたらなと思います。今日はその記念すべき1回目としてですね、ボノボの基本的な情報について紹介をしていきたいと思います。それではまずボノボがそもそもどこに生息しているかという話をしたいと思います。こちらアフリカ大陸の地図なんですけれども、野生のボノボはこのアフリカ大陸の中央あたりですね、赤道が通る中央あたりのコンゴ民主共和国、こちらにのみ生息しております。このコンゴ民主共和国ですね、面積が約234万平方キロメートルですね。日本の場合ですと国土の面積が約38万平方キロメートルなので、約6倍の大きさでとても大きい国だということが分かると。それではこちらのコンゴ民主共和国ですね、もうちょっと焦点を当てていきたいと思います。はい、こちらがコンゴ民主共和国、拡大した地図なんですけれども、私が調査を行っている場所はここの2番ですね、2番のルオー学術保護区ワンバ村という場所でボノボの調査を行っています。野生のボノボ自体はコンゴ民主共和国広く生息していると言われているんですけれども、調査ですね、大学の調査であったり研究機関の調査が行われている場所はあまり多くはありません。例えばこの1番がですね、ロマ湖と呼ばれている場所、3番ですね、3番がルイコタルという場所なんですけれども、研究自体が行われている場所はあまり多くはないです。ただ私が行っているこの2番のルオー学術保護区ワンバは1973年から調査が行われていて、長期的な調査が継続して行われているので、とても貴重なサイトだということがわかると思います。それでは実際にこのルオー学術保護区ワンバ村がどういう場所かという説明に入りたいと思います。はい、こちらが実際のワンバ村ルオー学術保護区の映像になります。こちら2018年に私がワンバ入りした時の動画なんですけれども、ウェルカムパーティーを開いてくださっている時の動画ですね。この動画ではちょっと分かりにくいんですけれども、ワンバ村実はですね、電気ガス水道などありとあらゆるインフラがほとんどないので、とても生活するにはとても大変なんですけれども、こちらのワンバ村での生活についてはまた他の動画で紹介をしていけたらなと思います。それでは実際にワンバに住むボノボの動画なんですけれども、はい、こちらが実際にワンバに住むボノボの1頭ですね。ワンバ村の周りに約、3つの集団ですね、3つの集団、大きな集団があるんですけれども、その集団の中のこの1頭のボノボ、デビーさん、デビーという名前なんですけれども、デビー、デビルという悪魔ですね、悪魔という名前から由来してデビーという名前が付けられたんですけれども、ご覧のようにちょっと顔がブサイクなのでデビルという名前から由来してデビーという名前が付けられました。ただ顔は少しブサイクなんですけれども、私が一番のお気に入りの個体でデビーさんです。それでは実際にボノボがどういう生物なのかということを進化の話からちょっと考えてみたいと思います。こちらは古市武さんの本から引用してきたものなんですけれども、例えばチンパンジーの場合ですね、チンパンジーは我々人と最も近縁な類人猿であると言われているんですけれども、ボノボも同じです。ボノ図で言うと約700万年前ですねに、このように共通祖先から分岐して我々人が誕生した。ボノボの場合だとこの約100万年前ですねにボノボとチンパンジーが分岐してチンパンジーボノボが誕生したと言われています。こちらの進化の話についてはちょっと難しい話なので、また別の動画で詳しく説明ができればなと思います。それでは今日は記念すべき1回目ということでして、簡単なクイズをここでしたいと思います。先ほどチンパンジーとボノボはですね、私たち人と最も近縁な類人猿である
と言われているんですけども、見た目を見た時にボノボとチンパンジーっていうのは、初めて見る方には区別することがとても難しい動物なんですね。なので今回ですね、写真を用意しましたので、どちらの写真がボノボで、どちらの写真がチンパンジーか当てるクイズをしたいと思います。ぜひこの動画をご覧になりながら考えてみてください。それでは1問目に行きたいと思います。はい、こちらが1問目ですね。どちらがボノボで、どちらがチンパンジーか考えてみてください。左の写真がこちらのび太さんですね。こちらが右の写真がマガリさんという名前が付けられています。面白いことに2つの写真ですね、どちらも鼻に特徴のある個体だということが、鼻がこちら怪我してて、ちょっとこちらが曲がっていますね。鼻が曲がっているからマガリさんという名前が付けられたんですけども、まあ、こちらの2つの写真ですね、どちらがボノボで、どちらがチンパンジーか分かりましたでしょうか。答えは、左の写真がボノボの、のび太さん、右の写真がチンパンジーのマガリさんです。ボノボとチンパンジーの、見た目を区別するために、例えばボノボの場合ですと、ここの頭の部分ですね、頭の部分が毛が右と左右に分かれている特徴がある。例えばチンパンジーの場合ですと、体の大きさがちょっと大きい、ボノボと比べて大きくてがっしりしている。反対にボノボの場合、体がちょっと華奢で手足が長いと言われています。ただこちらの2つの写真比べてみても、やはり初めて見る方にはボノボとチンパンジーを見分けることは少し難しいかもしれませんね。それでは2問目に行きたいと思います。はい、こちらが2問目の写真ですね。どちらがボノボで、どちらがチンパンジーでしょうか。2つの写真比べてみると、どちらも集団誘導している時の写真なんですけれども、ちょっとこの後ろ姿からどちらがボノボで、どちらがチンパンジーか見分けることは難しいかもしれませんね。ただ面白いことに、2つの写真を比べると、チンパンジーとボノボの社会性の違いっていうのがはっきりと分かると思います。例えばですね、チンパンジーもボノボの場合も、メスがこのようにお尻の周りですね、正確に言います と、性皮という呼ばれている場所がこのようにピンク色に腫れ上がるので、ボノボの場合もチンパンジーの場合もメスとオスを区別することはとても簡単にできるんですけれども、この写真でいうと、右の写真はこれほとんどがメスが誘導している写真ですよね。こちらの左の写真ですと、ほとんどがオスが誘導している写真ということがわかると思います。どちらがボノボで、どちらがチンパンジーか分かりましたでしょうか。答えは、左のこちらの写真がチンパンジーで、こちらの写真がボノボになっています。チンパンジーとボノボの社会性ですねを比べてみると、チンパンジーの場合はオス中心社会と言われていて、反対にボノボの場合はメス中心社会と言われています。その社会性の違いというのが、この2つの写真を比べてみても、まあ、違うっていうことがはっきりとわかると思います。こちらの社会性の違いについては、次の動画で説明をしたいと思います。それでは3問目に行きたいと思います。はい、こちらが3問目ですね。これは非常に分かりやすい写真になっていると思うんですけれども、どちらがチンパンジーで、どちらがボノボでしょうか。子供ですよね。子供の写真を比較しているんですけども、左の写真は子供の顔が白い、反対に右の写真は子供の顔が黒いことが分かると思います。どちらがボノボで、どちらがチンパンジーか分かりましたでしょうか。正解は、左のこちらの写真がチンパンジーですね。右の写真がこちらボノボの写真になっています。初めて見る方でもチンパンジーとボノボを簡単に見分ける方法がありまして、このように子供の顔を比べることが一番簡単だと言われています。ご覧のようにチンパンジーの子供の顔は白色、ボノボの子供の顔は黒色なので、こちらでチンパンジーとボノボの顔の区別がはっきりとわかると思います。それでは最後の4問目に行きたいと思います。はい、こちら4問目ですね。4問目、ちょっと意地悪な問題になっているんですけども、どちらがボノボで、どちらがチンパンジーでしょうか。左の写真、こちらの写真が、毛がちょっと少ないですよね。毛が少なくてハゲている。反対にこちらは毛がふさふさしている。どちらがボノボで、どちらがチンパンジーでしょうか。ちょっとこれは意地悪な問題なんですけれども、答えは左も右もボノボですね。両方ともボノボの写真です。左の写真はローラやボノボと呼ばれているコンゴ民主共和国のキンシャサにあるサンクチュアリ、飼育下のボノボの写真で、右の写真が私自身がワンバで撮影したキクさんの写真なんですけれども、このように飼育下と野生下でもちょっとボノボの姿っていうのがちょっと違うということがわかると思いますが、飼育下だと、まあ、なぜかわからないんですけれども、毛がちょっと少なくなってハゲがちになってしま
反対に野生のボノボですとこのように毛がふさふさしているということがわかると思います。一度 Google で検索ボノボと入れて画像検索をするとほとんどの場合このようにハゲているボノボ、毛が少ないボノボが多くなってしまうんですけれども、野生のボノボはこのように毛がふさふさしていて、もちろん飼育下のボノボも可愛らしいんですけれども、このように毛がふさふさしていてとても可愛らしい生物であるということがわかると思います。それでは最後にこちらの写真ですね、こちらの写真について説明をしたいと思います。1本目の動画からこちら切り抜いた写真なんですけれども、実際私が現地で撮影したものなんですけれども、非常に多くの方に利用していただいているとても貴重な写真だと言われている、とてもありがたいんですけど言われている写真なんですけれども、このように例えば、右のこちらはフランス・ドゥバールさんですね。世界の霊長類研究でとても有名で、ベストセラーの本チンパンジーの政治学ですね、チンパンジーポリティクスという本を書かれたとても有名な霊長類学者の Facebook のページなんですけれども、このようにフランス・ドゥバールさんの Facebook のページで紹介していただいたりとか、あとはこの朝日新聞の山際純一さんですね、ゴリラの研究をされていた、されている山際純一さんのインタビュー記事なんですけれども、このように朝日新聞さんにもこのように紹介していただいて、またはこのように、フリッチさんですね、フリッチさんの本でもこのように紹介していただいたりとか、大変多くの方にこの写真を紹介していただいています。というのもこちらの写真はボノボの社会性ですね、先ほどのクイズでもありましたようにチンパンジーとボノボ社会性が大きく異なっているんですね。チンパンジーはオス中心社会と言われていて、反対にボノボの場合はメス中心社会と言われることがあるんですけれども、そのメス中心社会であるボノボのこの社会性というものがこの写真にうまく表現されているんですね。こちらの社会性の違いについては次回の動画で解説をしていきたいと思います。